あ、どの数でも。どんな数でも来たら嬉しいじゃん。はい。でしょ？それがすごい嬉しさ。定理、ディフィニッション。定理、セオリー。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 すごい、頭いいね。ありがとうございます。え、ちょっと待った。すげえ。クレバーなんだけど。入ってさ、今日俺は寿司を食わせるためにここに来たのね。はい、思ってるところで。かですか、自家製払え。違う、ね、数学やるっつって全然ほら遅れてきて食ったけどね、はい、美味しかったです。俺は、俺に何のメリットがあるんだよ。もう握って食べさせて。そう、いやでも握ってた、私の寿司を握って。じゃあ今日真面目な話します。はい。で、ただね、森哲チャンネルでさ、数学の真面目なすげえいい話してもさ、視聴者あったでしょ。お、いいの、そんなこと言って。だから数学の難しい話するとさ、すぐ離れていっちゃうじゃん。じゃ最後の出来で、これ、いわゆるよくさ、言うじゃん。有料級ってやつ。あ、はいはいはい。最近。有料級。はい。そう、有料級。すげえいい話なんで。ユーロ級。はい。低下水。なんで、低下水。あ、オッケー。で、じゃあいいや。時々振るから、顔を映ってるけど、まずいのか。今日話すのは、総価相乗平均。総価相乗平均の話です。総価。枯れ木も山のにぎわいですね。はい、枯れ木も山のにぎわいって知ってるね。わかんないです。わかれよ、それぐらい。枯れ木に花を咲かせましょう、ね。はい、枯れ木も山のにぎわいっていうのは、もも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 もで、まあいいや、長くなると、ね、編集の場合そうです、俺だ。で、今日はあの、かのこさんが来る前に、総価相乗平均の話を2人したのね。うん、総価相乗平均ってわかる？わかります。総価平均ってわかる？足し算の平均、うん、足して割るのね。相乗平均、累乗、うん、で、ルート、うん、それどういう時ですか？どういう時っていう話を先ずっとしてたんですね。うん、で、例えばね、今年、はい、どうぞ。微分、積分とかのところで。そんな難しい話をするかわからないけど、私の給料、今年 10% 上がりました。来年はもっと頑張って 30% 上がりました。じゃあ2年間での1年あたりの平均の増加率はっていうと、私今年 10% 上がりました。来年は 20%、30% 上がりました。10% 上がって次 30% だから。30%。じゃあ2年間トータルで言うと、1年ずつの平均はっていうと、時に20じゃないのね。うん、1.1倍、1.3倍だから、こういう時にもしも1年平均が、あ、ルートのより大きいから、1年平均が 20% って言っちゃったら 1.2×1.1 でしょ。これっていくつ？1.4でしょ。でもこれ 1.1×1.3 って、まあ、ワトソン積だ。 1.2×0.1 かっこ 1.2+0.1 なんで、これ 1.44 よりちょっとちっちゃいでしょ。1.4 いかないでしょ。だから平均 20% じゃないんです。もうちょっと多い、もうちょっと少ない。だって 1.44 より少ないんだ。いえいえ、少ない。っていうふうに、相乗平均っていうのは相加平均より基本少ないんです。でも毎年 20% だったら、それはもう平均のやっぱ 20% です、うん、っていうふうに、全てが一緒だったら相加平均だろうが相乗平均だろうが等しいっていう話だね。で、さっきね、この2人が2つの時の相加相乗平均の証明、 A+B÷2 がルート ABよりでかいですよっていう話、これ証明できます？できないです、ね。できないですね。はい、もうできない。開き直られたら、2倍して移行して2ルート AB と。で、これね、これから証明しようとすることだから、うん、これを変形して、あ、もちろん A 正、B 正です。こういうこと、細かいこと言われて、細かいこと、A が H みたいになってるもん。細かいことを言われて、細かいことをちんと定義したいと怒られるからね。はい、で、ルート A 引くルート B の2乗は、A 足す B 引く2ルート AB、うん、2乗っては必ず平方したら引く、うん、どういうことですか？マイナスになりますか？2乗したらマイナスになりますか？うん、実数を、実数はプラスでしょ、2乗したらでしょ、だから必ず0以上ですね、うん、っていうことで、マイナスになるのは虚数ですね。そうですね、イマジナリーナンバーね、うん、だからこれは実数でだったら絶対に正です、うん、でイコールになるのは A と B が同じ数の時は0だから、うん、ゼロですっていう話をしました、うん、で、3つの時の話んで、うん、3つの時は A+B+C÷3 が3乗根 ABC って話だね、うん、これ証明もう大丈夫ね、大丈夫ね、もう大丈夫、2人大丈夫です、これできるんです、バッチグなんですよ、本当に、うん、これ A+B+C3 倍して移行してマイナス3乗根 ABC、 これが0よりでかい話をしようって時に、これちょっと難しい話だから、まあ、すぐにはできないからいいよ、2人分かってね。A3 乗根 A を X、3乗根 B を Y、3乗根 C を Z とすると、これ3乗したら、3乗根 A を3乗したら、A でしょ？ってことはこれ、X3 乗でしょ？ X3、はい。これは、Y3 乗。
Z 三乗円です。でマイナスこれ全部かけるだから単なる 3x、ね、でこれの因数分解をさっきやったんですよ。できないでしょ、因数分解できないでしょとか言っちゃった。できないね、因数できない、はい、できる、はい、いやできないと思う、ね、これできるんですよ一応。だって x プラス y プラス z っつって x2 乗プラス y2 乗プラス z 乗、受験生だったら多分暗記を推奨するわけじゃないんだけど、さすがにこれは覚えてスッパッて使った方が試験では楽です。いちいちって考えるよね。やっぱそれはやっぱ時間短縮できるんで、マイナス xy マイナスマイナス yz マイナス zx っていうふうに因数分解できるんですね。で因数分解すると一応 x 正 y 正 z 正っていう前提なんで、これがプラス正で、これが実は2分の2して全部2くっつけちゃうと2くっつけ、そうすると x マイナス y の2乗で x 2乗1個と y 2乗1個とこれ xy、うん、と y 引く z の2乗で、うん、と y 2乗1個と z 2乗1個とこれマイナス y っていう風にして、うん、で z マイナス x の2乗っていう風に全部これ2乗2乗2乗に変形できて、じゃあこれ絶対正か、またはゼロ、うん、同じだったらゼロ、うん、っていう話だよ。だからこれ絶対正正だから正じゃんと、うん、いうのが3つの場合の証明なんだよ、うん、でここでなんですよ、ここからこれ実は3つだろうが4つだろうが5つだろうが N 個で証明できたら嬉しいじゃん、同じ数でってことですか。そうだから要するに今2個の場合3個の場合でしょ、うん、あどの数でもどんな数でもしたら嬉しいじゃん、はい、でしょ。それが数学の嬉しさなの、嬉しいでしょ。これ今まだ聞いた話だからね要するに一般的に A1 たす A2 たす A3 たす点点点点点たす AN を N で割ったのが N 個の総加平均で、これの総乗平均は N 乗コンソースこの A1 A… あ、次乗じゃない、そういう数字 A1 A2 A3 AN と、うん、で、こうですよっていうのが N 個の場合の総加総乗平均、これ全部成り立ったら嬉しいじゃんと、嬉しいですね、成り立つんですよ。もう成り立つ決まってんじゃん、数学なんだから、うん、ね、2でも3でも OK なものはそれは N 個で OK なんですよ。で、これをパッと証明する素晴らしい証明方法、これ普通の人は思いつかないです。俺が思いついたわけでもないですもん、ね、絶対にね、俺が思いつくわけがない。で、ここで一応2人理系なんで、ね、E の定義って、これ別に本当に E の定義をねちゃんと使うわけじゃないからなんとなくいいんだけど、 E の定義っていう、いや、わかんないです。それはじゃあ一応私のネイピア数とは何かっていう動画を見てください。一応60万回再生の人気動画、今でも毎月ね、下世話の話するとその1本の動画が毎月ちゃんと3000円から5000円入ってくるね、YouTuber いいね。昔5年前に作った動画が毎月定期的に4、5000円入ってくる、サブスクみたいなんだね。平均すると、うん、そうそうで、E の X 乗っていう関数で、E の定義っていうのはいろいろあるんでっていう話してるんだけど、 E っていうのはまずじゃあ一般的にとか、じゃあ例えば Y のイコール2の X 乗っていう関数、はい、じゃあはい、登場、さっと形変えて、あ、そこら辺な、はい、うん、だよね、すげえ汚い、ね、まあいいまあいい書いたのに書いたのに、まあまあまあ別にね、傾きは実際には本当にもっとこうで、今書いてくれた通り、もう垂直上昇だから。で、これ、これすごいことになる、これいくつ ?X が0の時の値 1だよね、おお、その通り。で、Y イコール A の X 乗って A が何だろうと、X が0の時は A が何だろうと X が0の時は1必ずじゃんね、だこうとか、うん、こうとかっていうふうに必ず0を1とおります、うん、なんで、この指数関数において X イコール0ってすごく特別な点、0、1ね、こんな感じのグラフで、で、2の時はこれが y イコール2の x 乗の時は1の時2だよね、これ1、うん、2だよね。そうするとこの傾き、このここにおける接線の傾きって、この傾きって y イコールとなんとか x mx の m って1よりでかい、ちっちゃい、小さそうだよね、うん、で、じゃあもしもこれが y イコール3の x 乗っていう関数だったらやっぱり0、1は通ると、で、1の時は2、3だよね、こんな感じだよね。じゃあここにおける接線の傾きの y イコール nx の n って1よりでかい、ちっちゃい、まあ、単なる勘ででかそうかちっちゃそうか、傾き1、3を通るよ、なんか傾きパッと見1よりもでかそうだよね、
0、1における接線がちょうど1になるっていうこの、こっちか、ここの値ね、うん、2だと傾きが1よりちっちゃそう、この0、1における接線は。3だと0、1における接線の傾きが1よりでかそう、そうするとちょうど1になるのが実は E なんですよ、っていうのがそれとりあえず E の定義なのね。これ大事な E の定義、そうすると E の定義の一つとして Y イコール E の X 乗っていう関数は0、1における接線の傾きがちょうど1っていう定義なのね。 E の定義にはいろいろあります、4つあります、4つっていうかまあもっとあるかもしれない。もう一度 E の要するに定義と定理の関係っていうのは定理、ディフィニッションね、定理のセオリー、セオリーとディフィニッションの関係というのは、定義したらそこから導かれるのが定理。うーん、で例えばじゃあ平行四辺形定義、何平行四辺形の定義、もう名前の通りですよ、対辺が平行、対辺が平行、対辺が平行っていうのが平行四辺形の定義だね、これが定義、ディフィニッションで、そうするとそこから生まれる定理として、あ、角度が内角とか、そう、これが等しいとかね、これが等しいとか、これがこうこうとかね、こういうの定理ね。で別に向かい合った辺の長さが等しい、対辺等しい四角形っていう四角形を定義したりするじゃん、こうやって対辺等しい四角形って定義したりするじゃん、そうするとそこからこれ実は平行定理、そうだから定義と定理は入れ替えが可能なの、前もね、で E もだから定義と定理入れ替え可能だから、 E の定義の一つとしてこの接線の傾きが1ですよっていうふうに定義すれば、その他いろんなこれ微分してもこのままじゃん、これもこう定義すると微分しても同じですよって定義できるし、これが E の定義だって言えば、あ、傾き1だねっていうふうにも定義できる、定理になるっていうふうに定理と定義入れ替え可能なんです。でじゃあ一つの定義として Y イコール E の X 乗は0、1における接線の傾きが1ですよと、そうするとこれ1、傾き 1Y イコール E の X 乗、そうするとこれって直線の式は直線ね、で0、1における接線の傾きが1ですよっていうのが定義だ、この直線の式は直線で、直線1次関数 X、 よく喋って、傾きが1だから 1X、 1X 切片プラス1でね、傾き1、はいはい、傾き1、はいはい、Y 切片1だから、はい、そうするとこのグラフから明らかなように E の X 乗って X プラス1よりも絶対でかいし、うん、等しい瞬間がここだけだよね、うん、っていうそれだけの話ね。今 E の X 乗っていう関数を0、1における接線の傾きが1ですよと定義してあります。でそうするとじゃあ実際にこの0、1で接線引きましたっていう一次関数はこれで、E の X 乗っていう関数大きさは明らかに、もう一目明らかのようにこっちの方がでかいね、常にでかい、うん、で等しい瞬間はこの X イコール0の時だけ、そっから相加相乗平均と関係があるんだよという話につながるんですよ。これはもう思いついた人が素晴らしすぎてびっくりしちゃう話なんだけど、まず相加平均っていうのは N個のものの和、N 個のものの和を N で割ったのが相加平均、これまさに相加平均ね、A、じゃあそこで今突然なんだけども A 分の A1-1 なんていうね、こんなことを思いつく X イコール、ね、もうその時点で天才だからね、俺には思いつかない、思いついた先人にありがとうと言うしかないんだけど、でここでね、これこの関係です、ね、この X にあ、イコール、いやこれ他に代入します、 E の A 分のA1-1 で、これの引く1のありがたいところは右辺どうなる、ん1が消える、うん1消えるね、だから単なる A 分の A1 ですね。で次 E の A 分の A2-1、これ全く同じ話だから、あ、こうですね、ですね、でこれ点点点点点 E の A 分の AN-1 はA 分の AN ですね。これいいですね。ここまでは。で、そこでね、不等式って安易にかけたり割ったりするの危ないからね。気をつけてね。負だったりすると危ないからね。でもこれは明らかに両辺正の数なんで、うん、負の心配ないから。例えば、2はマイナス1よりでかいと。と、3は1よりでかいと。ここらってと。じゃあマイナス2。そう、6がこうなってます。こうか。これでいいか。これかけちゃいましたけど、マイナス2が。もう同じじゃん。どうだろう、判例。2はマイナス1よりでかい。1はマイナス3よりでかい。2は3より。ダメだね。
ダメだね。ダメだね。っていうふうに、負があると、不等式って安易に掛け算しちゃうと、安易に掛け算するとまずいんだけど、これは明らかに全部、正のはずなんで、掛け算していいですと。左全部、ドゥーンと掛け算します。定は全部いい。一般的に、A の M 乗かける A の N 乗はどうなりますか？ A の MN、MN。M 足す。だね。A の M 足す N だね。A3 個と A2 個を掛け算したら A は5個だね。そうすると左辺は全部掛け算すると E のこれ全部足したんですね。分母が A、 こっちまずとりあえずこっちだけね。分母が A、 上が A1、 A2、 AN でマイナス1の分母だけ何個あるの？ N 個ってことは何個？全部でマイナス N だね。でこれは右辺全部掛け算、全部掛け算するとどうなる？分母はこれ全部掛け算だからA の A 分の、ラージ A 分の A1 かける、ラージ A 分の A2 かける、点点点、ラージ A 分の A。A の N 乗。分の A1 から。A1 から A2。うん、これってまさに相乗だよね。まだ平均だよね。で、ここでね、ラージ A っていうのはこれね、これ計算するとどうなるかと。あ、A のとこに？うん、この、うん、そう、これこれこれね。これって。これ入れたら消せる。うん。で、N になる。これだね。すごい、頭いいね。ありがとうございます。え、ちょっと待った。すげえ、クレバーなんだけど、スマートなんだけど。え、これ、瞬間的にこれが N ってね、なかなかこれ計算できないんで、これそうなんです、これ N なんですよ。ここ使ってください。いや、すげえびっくりした。これパッと大したそのまま。使ってください。数学だけじゃなくていいの？いやいや、これね、いや、これすごい、すごい。これだから、これって要するに、A 分の1イコール逆数だからね。はい、で、そうすると N になると。そしてこれ E の、N 引く N はこれ N でしょ。引く N だからこれが N なんでしょ。 N ですね。だから N 引く N、 N 引く N、 あ、0で1、うん、で1よりは絶対大きいから A の N 乗が A1、 A2、 AN でしょ。これ1ね、イコール1、両辺にこれをかけます。 A の N 乗 A1、 A2、 AN 両方を N 乗根取ります。N 乗根 A、 N 乗根 A1、 A2、 AN、 これって相乗平均でしょ。これってもともと相加平均でしょ。うん、相加平均は相乗平均のでかいですよと。美しいでしょ、数学って。気持ちいい、気持ちいいでしょ。気持ちいいって分かってくれるだけでありがたい。大丈夫、他の2人大丈夫、気持ちいいと思ったの？分からんけど。これね、実は本当だからね、数学チャンネルでも分かってくれる人少ないし、俺ですチャンネルじゃね、誰も分かってくんねえんだよ。ちゃんと見ろ、最後まで。視聴維持率ちゃんと俺に報告しろ。あ、分かった。多分50秒ぐらいだと思うけど。いや、はい。ああ、おしまいだよ。さっき、すごいでしょ？ちょっと、はい。他の二人がだって1時間半とかかかってたから、さっきもうそれぐらいかかるのかと思ったらですね、はい、帰らないと。そう特にめちゃめちゃ遠いからいいんですか、数学受験にしなくて。いや、数学才能ある、世界史ほら才能あるって言って受かりましたからね、一応ね、去年ね。勉強してない割に。 あそこだけど、ね、あそこだけど、初戦とか言ってくれる、あそこだけど。え、どうですか、数学受験進めます？数学の方がだってほら、本当ですか。暗記ゲームで勝つよりは数学ゲームで勝つ方が楽だからね。親にも言われました。ほらどうぞ。交換するとかって何？交換とかないけど、数学やばいから。いや、だからさ、そうそう、だから弱くに、なんでだよ。小学部とかさ、経済学部とかね、使えますから。もう絶対必要だからね。いいんですか、文学で本当に。ちょっと惑わせないでください。惑わせないですか。解ける問題やって、いろいろ。去年ですか？去年っていうか、まあ今わかんない。今やってないか、そっか。去年でも過去問理解はできました、多分。なるほど。じゃあ数学やった方がいいかもしれない。はい。だそうです。はい。悩みます。どうしよう。いや、今ここに。でも、世界史やり始めて。そうだよね。手出し。だって世界史と数学やって東大行けばいいじゃん。いやいや、東大理科が出てくるじゃないですか。理科が出てきますよ。ああ、理系なの。文系。文系です。文系だったら世界史と数学じゃん。だから、わざわざ整形受けるとかになればさ、共通テストと両方。ちょっと受験の形態が分かってないです。まあ、いろいろ、いろんな形態はまあ、文系で数学ができると結構有利は有利ですね。なん
で、だからあの平さんの時に世界史って言われてたけど、世界史でも数学ができるんだった、そうそうそう、できないと、ね、あのすごい今一瞬才能を感じました。おお、才能を感じたって言われたよ。ちょっと、あ、ちょっと出ないとか負けるかみたいな感じでちょっと言ってください。もうこう負けられねえぜということで、ぜひ頑張ってください。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、これどうすんの数学。